おのれショー、前向き、ゆーちゅー、前向き、ゆーちゅー、イエーイ、やってきました、クラシック元気、さあ、なぜクラシックにいるか、今日はちかちゃんに会いに行きましたー。最初生まれですね、現役の師範の先生がおりまして、ぜひ一度お会いしてお話を聞いていきたいなということで、はい、楽しみに来ました。楽しみに来ました。ということで楽しんでいきましょう。はい、ちかちゃん家に到着しました。はい、大江さん宅です。すごく立派な門です。そしたらけんちゃんがいないんですけど、けんちゃん、ということでいよいよ、はい、ちかちゃんのご自宅に着きまして、すごく立派なね、すごい、めっちゃいいですよね。はい、ここまでね、ちょっとドライブで車で来させていただいたんですが、すごくのどかで素敵な場所ですよね。本当に素晴らしい場所ですよね。じゃあ早速行きましょうか。行きましょう。ゴーゴー。素晴らしい。わー、素敵。ああ、立派な庭園ですね。もう素晴らしい、素敵な場所です。おお、すごい、築150年。150年、それはすごい。ということで、はい、ちかちゃんのご自宅に来させていただきました。よろしくお願いします。大江ちかちゃんこと、大江ちか子先生ですよね。まあ、大正15年生まれの先生ということで、はい、ぜひ一度お話をね、いろいろ聞かせていただきたいということで、はい、名古屋から岡山まで来ちゃいました。来ちゃったよ。ちかちゃん、ちなみに何期になられるですかね。23期、ちょうど2年。簡単にでいいので、ちょっと自己紹介していただいても大丈夫ですか。大正15年の6月4日です。虫歯予防でなんですけど、さすがいいですね。修理をしてます。で、己書に出会われたのが、3年ぐらい前。そうですね。で、はい、もうそこから、はい、一気に頑張られて、92歳の時に、師範になられて、で、今も現役で、先ほどね、ちょっと作品を見させていただきましたけれども、すごい素晴らしい作品の数があって、僕らでも描けないような細かいところまでしっかりね、描かれていてですね、本当にびっくりしているんですが、で、講座も今されて見える。一緒にやってます。一緒にね、講座もされているということで、いやー、すごいですよね。すごい。オノレションの希望ですね。あ、本当に。なかなか書けないんですけど、うん、もう相手が震えます。緊張すると。緊張する。今震えてますか。今は震えてない。よかった。リラックスしてる。イケメンでも緊張しないですか。大丈夫ですか。ドキドキ。あ、ドキドキ。言わせて。ということで、今日ね、この時間をちょっとご一緒していただく、一緒にね、来ていただきました。ちょっと簡単に自己紹介を。はい、24期の藤原よしみと言います。岡山先生に教えていただいて。はい。で、私は、ちか子先生の、つながりは、中学の時の先生。ね、中学校の時の学校の先生をされていたということで、教え子なんですよね。そうなんです。27期の服部恵子と言います。第一番、弟子になる。ちかちゃん先生のお弟子さんということで。はい、私も関係、娘です。そうですね、ちかちゃんの娘さんになります。3人
兄が2人と、そして私が末っ子になります、うん、で母はとても器用な人なので、私を昭和33年3月3日に3人兄弟の3番目として送ってくれました。ということで、ちょっと今日はね、いろいろちかちゃんに聞いてみたいと思うんですが、どうですか、なんか聞きたいこととか。健康の秘訣ってね、心がけてることとか、なんかそういったことってあるんですか？さあ、特別にはないんだけど。お散歩とかされてるんですか？いえ、あんまりしないんです。草取りだと思う。草取り、うん。あ、お庭綺麗だったし、草取りしてますね、お庭の草取りとかもされるんですか？すごいね。ほっといたら草だらけですもん。なあ、そうなんですね。わかりました。じゃあ、私もこれからのお庭の草取りを頑張って、うん、あ、頑張っちゃいけないね。楽しみながらね。らね、健康のために。健康のために、ね、やります。おのれしょの印象とかってどんな感じでしたか？今までやったことのない、うん、書体ですからね、うん、私ができるかしらと思って、うん、なかなか最初は馴染めなかったんですけど、うん、書道をねやられてたっていうことで、うんね、だから崩すのが大変だったと思います、うんうんうん、固まってしまってますからね、その魅力みたいなのを感じられたの で、ね、やってみようと思われたんですか？もう自由に書けますもんね。うわ、やってみて実際どうでした？とても楽しいです、ね、楽しいですか？おーすごい。でも90歳から、うん、新しいことに出会い、そうですね、90歳から、ま、楽しみ、うん、趣味ができ、うん、でさらに師範の先生になり、うん、お弟子さんが出るという、うん、で僕も多分皆さんもそうだと思うんですけど、うん、もう講座やってて70代ぐらいの方で、楽しくてね、うん、やってて。でも私なんてもう年齢が年齢だから、うん、師範も興味あるけど、そんなできないわって言うんだけど、うん、いや、ちょっと待てよ、うん、うちには、うん、親父かちゃん、95歳でやってる人がいるんだぞと。うんね、そういう話になりますよね。なりますよ。ですけど、毎月こうシリーズで届けてるんですよ。色紙に書いて、そしたらおばたちは玄関にこう飾ってくれるんですよ。だからそういうふうなことで、あ、今月も元気でしたよ、うんうん、今月も楽しんでますよというお便りを。本当だ、元気のお便りですね。そうですね。うん、で楽しみに待っててくれる人がいるというのは ね、毎月毎月ね。うん、今はちなみに己賞をやったりとか、そのシャンソンの歌を歌ったりとか、うん、他にも何かやられてることあるんですか？編み物やってます。編み物やって、うん、やっぱり手を動かすことが好きだと、好きなんですかね、得意というか。うん、あんまり負担にはなりません。うん、まあ、自分が楽しむだけ。雨が降ったらもう己賞。うん、あらすごい。合言葉だね。雨が降ったら己でしょ。あ、いいですね。お天気の日は草取り。そうちょうど名古屋がね、戦争で大空襲にあった時が、うん、まあ、昭和元年ということは終戦が20年、20歳の時になるわけですから、うん、ちょうど青春とともに戦争もね、うん、あって、だから名古屋の大空襲を見たっていう、うん、跡ね、跡地を見たという、うん、生き証人。うんで、うん、本当にもうね、バラバラっと赤い、あ、まだ焼けてたの、落ちてきた、きれい、来たら燃えて、その戦争の時って大体何歳ぐらいだったんですか？20歳ぐらいかな。ちなみに、まあ、全然己人と関係ないんですけど、その生まれてからその戦争が起きるまでのとか、戦争が起きた頃ってどんな感じだったんですか？やっぱり戦争で全然ガラッと変わりますよね。そうですね。もう中学校の時はもう、うん、女学校の4年生の時に宣戦布告があって、寒い朝だったんですけどもね、朝女学校では掃除をするんですよ、うん、で階段の掃除をしている時に、うん、放送があって、うん、それで12月4日、うん、先生、太平洋戦争が始まりって、それから寒いのに運動場へみんな集まって、うん、それで天皇陛下の聞いた、はいはいはい、はい、うん、寒かったですよその日は。でもその時のことだけそうやって鮮明に覚えられて見えるんですよね。6歳ぐらいの時から毎週異変、うん、戦争です。ああそうかそうか、もうでもね、学校はあったんですよ。だから私は運動してたから、うん、朝お買い物行くから、うん、
走って学校まで行って、うん、帰りはもう日が暮れますからね、うん、で暗くなって走って、うん、岡山の駅まで行って、うん、まあ、もう汽車の中で一生懸命で英語の単語を覚えた、もうそういう生活でした。でもその頃から英語ってあったんですか、授業っていうか。あ、そうなんですか。まあ戦中の生活はもう夜は寮のようなところにおりましたからね、うん、だからもう明かりはもう外に出せないから、うん、それで真っ暗な布で覆って、うん、でもその真下だけ見えるようにしたら、うん、それで寝る時も靴はもう枕元を置いて、あ、すぐ逃げられて寝るんですよ。そしたら大体12時頃だったらポーッと、うん、サイレンが鳴るんですよ、うん、それが苦しいんですよね、それでそしたらもうちゃんと非常図形座席を持って、うんうん、それで学生はもうその決まったところへ救護隊で行くんですよ、うん、あ、それでそういう生活で、うん、だから東京大空襲にはいましたし、うん、じゃあ何歳ぐらいで東京の方に行かれたんですか。卒業してすぐ18ぐらい19、うん、その頃の写真ですか。女優さんみたいな、そうね、ポーズがもうね、この頃の人が肩を出していいのか、本当にお綺麗で、ねうん、今もお綺麗ですけど、うん、本当にそうそうね、これはもう戦争の最中だったっていうこと。そうですよね。でももうほとんど動員ですからね。女学校の時はもう兵器所いうのがあって、うん、でその兵器所行って、うん、軍服を脱ぐんですよ。ああ。それから私たちはその脱ぐ方だったんですけど。うん、火薬を作って、うん、火薬を作って作ったのを束にして、うん、そういう、うん、そうなんだ、そういうことになってました。空襲警報が鳴ったら防空壕へ入る。だからほとんど勉強してないんですよ。頭の中そっから、うん、ねだから3月10日の東京の大空襲はもう、うん、一晩でもう全部もう下町は焼けましたから、ね、うん、で飛行機がもう夜はその空襲に来ると、うん、港の方へずっと回って空襲して下町の、うん、それからまたぐるっと回って、やっぱりあれもうこれから未来のこととかってよりも今日、うん、ね、生きることが精一杯というかそんな感じですよね、うん、ちょっとまあ全然違うけど、ちょっと今のコロナ禍のことと、なんか僕少しなんか似てるっていうほどじゃないかもしれないけど、なんか先行きがわかんないとかね、いつまで自粛すればいいのかわかんないとか、我慢しましょうみたいな、そういうのね、なんかそういうのはちょっとなんかリンクするところがあるのかなと思うんですけども、だからほとんど学校行った言っても勉強はあんまりしてないですよ、動員が多いから。私たちが言ってたのは陸軍のその気象部というところだったんですよ。そしたらサイパンを今飛行機が飛び立ったり、すぐ分かるんですよ。それでお昼頃になったら連隊編隊機がアメリカですよ、飛行機が来て、それでこの右の方に行ったらこれは静岡とか関西の方面に、それからそうでなかったらこっちへ来ることはすぐ分かる、そういうことあって、もう銃撃を受けたことがあって、空襲の時に、で防空壕へ入る前に、うん、そのすぐ回ってくるんですよね、飛行機が。そしたら機銃操作でパッ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 、もうちょっと先のところに、もう本当に死ぬとこだった。よかった。防空壕へ入って、はいはい、でも、ね、爆弾が落ちると砂がザーッとあるんですよ。もうそういう生活を毎日やってました。わ、で帰りにはもう3時過ぎに帰るんですけども、杉並の方の駅に行くと、もう
空が曇って、うん、東京空襲があったら雨がザーッと降るんですよ、どんやめが。それでもう電車が止まってしまうでしょ、帰れなくなる。だからもうずっと待って、うん、何時間か経って空襲が終わってから、うん、あの夜に帰ったりして、そういう生活を毎日してました。そうなんだ。1週間に2日しか学校行けないんですよ。あとはもう全部動員。その戦争、東京から帰ってくるときってどのくらい岡山まで電車だったんですか？普通が16時間。普通がね。普通が、普通言って、あの、何もなくて、ね、休校で帰ってもそれくらいかかる。なるほど。それから、空襲なんかあったらもう途中で止まっちゃう。めったに帰りませんけど、ね、布団だけかぶって、かぶる床、東京駅の八重洲口へと、そこから乗って帰ったんですけど、途中止まるばっかりして、ほとんど1日しかかかりました。そう、名古屋は何時間ぐらい止まった？名古屋はずっと止まった。4時間ぐらい4時間な、でその間ずっと焼夷弾が落ちてきたりして、そうそう見てた、赤い炎が、そうなんだ。やっぱり全然こっちの方と、もうこっちの方は緊迫感がね、あの水島の空襲があったり、岡山の空襲があったりしましたけどね、ほとんどこっちの方は、まあ、それはね、東京が広かったですよ ね。父は母の弟の担任だった。で家庭訪問で見染めて、どちらからですか？それで付きまとうようになったみたいです。ね、なんか恋愛結婚だった。逃れられなかった。見染められちゃったんですね。ちなみにちかちゃんは 何がその専門で教えてらっしゃったんですか？理科です。あ、理科。理科。まあ、綺麗な先生。クールな先生、背筋ピンでも教科書持ってスッスッスッ。そうすると、うん、ちょっとあの岡山さんとはなんかこう違うタイプが全く違いますね、うん、親子ですけどね、父の血が入ってます。入ってるんです。孫さんの血が。ちかちゃんは手を動かすのが好きって言ってたじゃないですか。科目にね。そう、岡山さんは口動かす。戦争が終わったって言っても、もうある意味で言うと多分何もない状態からまた日本が再構築されていくじゃないですか。その時どんな感じだったとかって覚えてみますか？私たち、私が行ったのが最初暮らしの東州だったんです。そこはあのアメリカ軍の兵舎の跡だったんです。ああ、そうかそうか、もうね。占領されてた。校舎の中には何にもないんですよ。隣の教室も壁がないから。向こうで話されて、私はこっちから授業して、両方の声が入るような、そういうところで授業してました。あ、クラスで壁が分かれてなかったんですよ。でもまさかその時の、あの、ちかちゃんが、この、ね、何十年後かの今の日本を見て、こういう風になるとはやっぱ想像もできないですよね。まあ、みんなスマホ持ってね、iPad として。オンラインとか。ね、ちなみにあの、ちかちゃんは使われるんですか、スマホは。あまり使わない。使うことは使ってますね。持ってらっしゃる。自分が見る。そう、見るためだ。自分らは発信しない。でもたまに全部ひらがなでメールが来ることあるんですよ。見ることは見るんですよ。ね、全部。だけど、こっちからはもう全然、そのコメントをしないです。申し訳ございません。でも見るってすごいこと。いいねをされてる。あ、いいねを押さえるのは知ってるの。あ、そう。いいねをちゃんと知ってる。すごい。便利ですよね、スマホ。そう。でも耳が悪くなりましたからね。でも全然こう普通に喋れる、耳がちょっと遠い人は長生きするっていう。あ、そうなの。嫌なこと聞かなくてもいい。あの、子供の頃はすっごい厳しかったんですよ。本当に厳しくて、私でも未だに生まれ変わったら絶対大江の家には生まれたくないと思うぐらい厳しかったんですよ。でもその当時ってどちらかというとそういう家が多かったんじゃないですか。群を抜いてましたね。有名だ
ったんです、近所に。今、母はもう、あの、まあ、あの、年ももう随分重ねたので、穏やかで優しく見えますけど、昔は。だから学校の先生やってる時も厳しい先生じゃなかったかなっていう気はするんですけど、どうですか？ね、結構ピシッとしてたんじゃないかと思います。ピシッとしてる。近寄りがたい、そういう。そんな感じの先生と。ちかちゃんにがおのれしょうするようになるプロセスっていうのは、あ、これお母さんに勧めたらいいんじゃないかなみたいな感じだったんですか？それから、ちかちゃんが興味を持ってやる。私がやりだし、こういう今こんなのやってるんだよって楽しいんだよっていうのは見せてて、お母さんもまあ、あの、へーとかって言って、一応見てたんですけど、まあ、お母さんもついでだからもう、やったらって言ったら、なんかお母さんはやるとは言わずに自分でこう書いてたんですよ。まあ、絶対やれるから、じゃあ、あの、どうせやるんなら母は多分あの趣味というよりはもう師範の試験を取るぐらい、あのやった方がいいよって言って すぐその気になるタイプなので、そうかもしれないと思って。恵子ちゃんから見てちかちゃん先生はどんな先生ですか？おのれしょもうあのすごい優しい先生、色使いでもね、さすがに理科の先生だから、絵のところなんて植物を描くとかになったら、この色はこうでしょという。専門だから。いや、もうちょっとあのちゃんと芯があるでしょっていう細かいところ勉強ちょっと教えてもらわないといけない。僕いつも適当だから。さすが理科の先生。そうだ、指の使いとかで、そういう細かいところを教えてもらって。ということで、ちかちゃん、あの昔、はい、お習字をねやられてたっていうふうにお聞きしたんですけれども、はい、お習字をやられていて、で、まあね、あの数年前に己書に出会って、一番その己書の印象とか己書の魅力、まあ、習字と違うようなところとか、なんかもしそういうところがあればぜひ。もう全く違う世界でしたね。全くそうですね。同じね。フレーペントとか墨汁でもね、うん。もうやり方も違いますね。どうしようかなと思って。最初はじゃあ戸惑うというか、ルールがね。なかなか馴染めなかったんですけど、最初。もっと上手になったら、自分の思いが出るかなと思うんですけど、ね、向上心が多分年齢関係ありませんよね、ちかちゃん。ないですよ、ないです、ないです。年齢関係ありません。ただね、緊張すると手が震えるんですよ。あ、それみんな一緒だと思います。年齢関係ない。年齢関係ない。それも年齢関係ない。みんな試験の時に震えたって言います。でも本当に多分一番のね、ちかちゃんの存在のメッセージっていうのは、もう何かやりたいことがあったら始めるのに遅いということはない。そう思った時が始める時なんだ。僕も結構好きな言葉で、何かを始めるのに今日という日が一番最も適している。それはなぜかというと、これからの人生を考えたときに一番若い日であり、今までの人生の中で一番経験があるからだ。まさにそうですよね。でもね、だから、いくつになってもチャレンジするっていうのは本当に素晴らしいですね。素晴らしい。多分人生の中に否定がないんでしょうね。ああ、何でもやってみるの。まずやってみようという方でしょうね。いや、もう本当総師範がよく、いや、書いてみればいいんだって言って、よくね、やってみればいいんだって言って、そんなね、失敗やなんかないからって言って、本当にもうそれ実践されて。大体、あの、できない言い訳って考えるじゃないですか。そうですね。忙しいとか。ね、だけど、そういうものをもう超えちゃってて、まずは、まあ、やってみないとわからないっていう、多分、そのね、否定という言葉がないんだと思います。これからも年齢を言い訳にできないですね。できないですね。ちかちゃん横にしてね。そうですね。できにくいな。ミルちゃん、最後に何かありますか？そうですね。本当になんか目標にしたいなって、ちょっと改めて思っちゃったんですけど、あの、私もなんかいろいろこれからもいっぱいいろんなことやっていきたいなって思っているんですが、ちかちゃんがこれからやってみたいことって何かありますか？おだんだんできないことが多くなると思うんですよね。まあ、できることをやってみたいと思います。ああ、なるほど。大事言葉ですね。本当だ。まあ、本当に今日いっぱいいろいろお話を聞かせていただきましたが、
最後にもしよかったら今日ね、まあ、ちかちゃんにしたらみんなひよっこですよね。そうまだはいはいぐらい年少さんですね。年少さん、あの皆さんにちょっと一言メッセージがあればぜひいただければなと思うんですけど、うん、皆さんと力を合わせて、うん、あの、うん、もっともっとおろしが、うん、広がっていくといいと思います、うん、頑張っていきましょう、うん、はい、よろしくお願いします。21期岡山佳代子です。私の本気は毎日やりかけたことはやりきる。27期服部恵子です。私の本気は人への思いです。24期藤原よしみです。私の本気は今日を一日生ききる。一期広瀬はるみです。私の2021年の本気は心も体も元気になるおなれショーです。13期、教員峰子の2021年の本気はじゃーん、健康を大切にしておなれショーを楽しむです。一期野田健太郎の本気は、全てを本気で楽しむ。23期大江千佳子です。私の本気はいつまでも楽しく。ありがとうございます。バイバーイ。あ、そうだ、やった方がいいよね。あ、じゃあ前向き入れ、はい、はい、じゃんじゃん、せーの、前向き YouTube ミニミニ講座を開催しようということで来ております。イエーイ、みんなもイエーイ。朝から盛り上がって、あれ、私は見てちゃうのと、あれ、見てちゃう、みねちゃん、あれ、どこ、みねちゃん、あれ、みねちゃん、何やってんの、みねちゃん、え、あら、あら、ちょっと今忙しいので、白熊と戦っているんです。今日の講座はいかがでしたか？はい、本当にあの、どう言いますかね、今までやったことのない、うん、あの講習だったんですよ。それでもう、やり方というか、書き方というか、いろんな技法を、本当に目から鱗でございました。あ、そうか。